こんにちは。よいしょ、なんか久しぶりですけどね、今日は株価の近況の概況を話していきたいと思います。アメリカの感染者がすごいことになってまして、ちょっとこれ、これなんですけどね、3月からこういう感じでね、もう第3波っていうか、もうすごいですね、第2波とか全然比べ物にならないぐらいの、第1波でなんであんな騒いでいたのか、これね、もう5倍6倍ぐらいの、新規感染者、アメリカの新規感染者はもうついに、20万1000名になりました。これすごいですね。だけど医療崩壊全然起きてないんですよ。これね、医療崩壊起きる起きるって言ってるんだけど、実際は起きてないのはなぜかと思いますか？ベッド数をまあある程度キャパは増やしているにしても、まあ限界がありますよね。物理的な限界があるんですけど、医療崩壊は起きないんです、これ実は。これなんでかというと、例えば医療、まあある地域にベッド数が、まあ、1000あったとしますよね。 1000あったらもうそれ以上増やせないんですよ。だって機械的にベッドだけ増やしてもしょうがないんでね、看護婦さんとか医者とかいろいろそういうの足りてないとダメだから。そうするとね、1000人のところに例えば1200人押しかけたとするよね。それが医療崩壊って言われるんですけど、実際はね、その200人を帰ってもらうだけなんです。要は軽症だったり無症状だったりね、あるいはもう例えば入院してたんだけども、ほぼもう症状がなくなって回復した人とかを早めて帰ってもらうだけなんです。だからキャパシティが超えるってことはまあできないんですね。物理的にそれ以上患者を受け入れてステイさせておくことができませんのでね。だから要はその限られたキャパシティの中で上位から、1000人だったら1000人分の、重い症状の人が入院するというだけの話になりますので、医療崩壊は起きません。これ医療崩壊は起きないんですよ。医療崩壊は起きる起きるっていうなんか言われるじゃないですか。でも一回も起きたことないでしょ。医療崩壊は起きないんです。要は軽症者がめちゃくちゃ多いんですよ。だからアメリカなんか、さっきのグラフもそうでしたけど、第1波第2波と比べて第3波はもう桁違いに多いんですね。もう第2波と比べても3倍ぐらいになってるんですよ、感染者数が。だけど全然医療崩壊してません。だから軽症者は全部返してるだけです。だから自宅療養、ホテル療養ね、もろもろやってるだけなんですよ。だから20万超えましたけど、まあこれがね100万とかになったら別でしょうけど、それと他の国はね、いつの間にか沈静化に向かってますね、これ。はい、一時期フランスとかがやばいとかイギリスやばいって言われてたんですけど、その感染者数の増加スピードだけを見ると、ね、これはもう沈静化に向かってますね。あとインドとかブラジルもやばいと言われてましたが、カーブ的に見ると下降局面をたどってます。なぜかアメリカだけがですね、どん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 その、本当に直近のものだけを見ると指数関数的に近いですね、伸び方になってますと、ただこれは医療崩壊は起きません、ね。で、まあそれと関連してワクチンなんですが、これ報道細かく見てる人だったらもう釈迦に説法ですけど、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、まあちょっとアストラゼネカは遅れてるんですけど、ファイザーとモデルナが、少なくとももう第3フェーズ F3 をクリアしましたんで、あとは FDA の申請だけです。でモデルナにか、ファイザーに関しては、もう20日、昨日にFDA に緊急申請してますんで、これあとこれからのタイムスケジュールでいうと12月の8日から、
FDA の定例会があるらしいんで、そこで審査がおそらく通過するだろうと言われていますね。これ12月8日12月8日あたりに、まあ、8、9、10ぐらいにこれファイザー、まあ、モデルナも多分ね同じ時に申請緊急承認が降りると思います。でアメリカの緊急承認が降りてれば、ヨーロッパも全部連携してますので、多分日本の厚生労働省も連携してますので、基本的に先進国では全部降ります、ここにね。でアストラゼネカはちょっと遅れてますけど、これも12月中におそらくですね許可が降りると思います。でジョンソン&ジョンソンはちょっと遅れてます。あと中国のシノバックももうそれを第3フェーズ終わってるらしいんでね、これも追随してくるでしょう。まあ中国はちょっとね信用できないみたいな話もありますけど、あとね変わったところでは大阪大学のアンジェス、これがですね一昨日のニュースか何かでまだね、ただね第2フェーズか第1フェーズで有効性が確認されたぐらいなんで、ちょっとですね第3層のその大規模試験がまだまだ来年ぐらいになるよということで、春ぐらいにまあ最終承認を目指しているぐらいのニュースでして、ちょっとやっぱり2週3週遅れたイメージがありますね。だから今後ですね、でこれがこのファイザーとモデルナはですねあれなんですよ、メッセンジャー RNA タイプなんですね。メッセンジャー RNA というその人類が結構そのまあ最先端の技術ですよね。メッセンジャー RNA タイプの手法なんですよ。でアストラゼネカがねウイルスベクターだったと思います。ちょっと、まあ、専門的な医療分野なんで私もちょっと詳しくないんですけど、若干タイプが違うわけですね。だからメッセンジャー RNA だから人工的に作り出したウイルスなんですよ、まあ言えば。でウイルスベクターの方はこれはね人工的に作ったのか、現にあるワクチンを薄めたのか、ちょっとどっちだったかな。であとはその生ワクチンを薄めたものだとか、薄めるっていうのは弱毒化させたものですね。そういったものの、シノバックなんかそうだったのかもしれないね。でそういうちょっとアンデスのやり方は忘れました。まあそういう手法がいろいろ違うんですけど、それがもしかしたら例えばファイザーとかモデルナのメッセンジャー RNA タイプは例えば、効きが弱いとかですね、生ワクチン型は強いとかっていうのは今後出てくると思うんですよ。この強い弱いっていうか、そのあとは継続性がどれぐらいあるとかって。だから先行しているのは確かにこの2つなんですけど、もしかしたらアンジェスとかも後で追い上げてくる可能性はありますよね。 この先行している2つがあんまり効かないよとか、効いてるんだけどちょっと完全に症状を抑えることはできずに軽症化ぐらいにはなりますよとかね、いろいろ効きの強弱、継続性の長さとかね、それが多少差が出てくる可能性があるので、これは若干遅れたとしてもですね、まだ挽回のチャンスはありますけど、この先行の2社がかなり強力に効いた場合はこの後続の人たちは残念ながらですね、あんまり儲けるチャンスがなくなるのかなと思いますね。その場合は薬価を下げないといけないでしょ。薬価を下げてうちの方が安いですよって話になって安売り競争になっちゃうんで、だからその場合はもうその研究開発費を莫大にかけてるんだけど回収できないっていう話も出てくると思います。でだからねこのワクチンで指数がですねコロナ前をもう完全に回復してますね。もう個別銘柄を見ても回復してます。この前言いましたように、GM なんか車の GM とかフォードはですねもうコロナ前回復して超えちゃってますね。もう私は売っちゃいましたけど。で、あとは QE が継続してます。これは量的緩和ですね、ジャブジャブにしてますけど。 で米10年国債が 0.82 ともう相変わらずの低金利ですね。だから緩和姿勢がめちゃくちゃもう続いてる。昨日ぐらいのニュースで、ムニューシン財務長官が、FRB に対してですね、実際に機能していない中小企業への融資なんかをやめろっていうふうに言いましたね。
あれはですね、あの融資なんだけど、あの融資条件が厳しすぎてですね、実際ほとんど使われてないということなんで、あれはあんまりね、実際問題、あのニュースの、まあ、インパクトとしてはですね、ほとんどないと思います。 QE は基本的に継続してます、ね、だから、この4つなんですね。株価は戻ったよ、ワクチンはまあ少なくとも順当に出てきましたよ、効くかどうかはまだわからないにしても、一応その治験ではですね効くとなってますから、でそれがどんどん出てきたよ、で QE は継続してるよ、今度12月16日に FOMC があります、ね、12月16日に FOMC がありますけど、でね、今後皆さんね、 FOMC が鬼門になってきますよ。あの景気が良くなってきたね、コロナは抑えにかかっているねということがどんどん確認されていくと、いつか QE を終わらせますから、はい、いつか QE を終わらせるんで、その時にあのバーナンキショック2013年だったかな、バーナンキショックみたいなやつが絶対来ますんで、これ注意してくださいね。それまでですよ、その時に一気に調整が起こります。多分ね、20% も下がらないと思うけど、相当下がると思いますよ。そのバーナンキショックの再来だけを抑えてください。ただ12月16日の FOMC ではさすがにこの QE を終わらすことはできないと思いますから、現状維持になるはずですね。これが次回、まあ来年の上旬ぐらいまでは多分全く変更はないと思うんだけど、あの上旬上半期ぐらいはね、なんだけど、いつこれがね、ちょっと例えばちょっとでもですね、あの景気が戻ってきたよ、そろそろ量的緩和終了に近づくよみたいなことの、インプリケーションが出ましたらかなりやばいですから、これ本当にあのまだ時期尚早ですけども、ここはちょっとね注意しておいてください。でただし懸念点はアメリカがもう、アメリカだけがですね突出して第3波になっているということですね。ただしここであるのが医療崩壊は起きませんということですね。だからで今じゃあこの第3波が来てアメリカ何やってるかって言ったら、一番神経質なカリフォルニア州とかですもですね、午後10時以降のが飲食店を閉じなさいとかって言った、まあその程度なんですね。午後10時以降の飲食店を閉じたところで、そんなに正直経済活動にはあんまり関係ないですよね。その飲食、夜中に儲かっていたバーとかがちょっと儲からなくなるだけぐらいですから、あんまりまあ景気には関係ないっていう感じはありますね。だから結局ね、経済を止めないんですよ。全く経済を止めてません、先進国はね、全く経済を止めていないということですね。だからマスコミの報道がこの医療崩壊って言って、また視聴率を取りたいから煽り立てるでしょ。そうするとまたそのね、ビックスとかが上がって株価が若干ね停滞気味になるのは仕方ないと思うんですけど、この12月8日の FDA の緊急承認、これまたニュースになりますからね、当然。これニュースを駆け巡りますから、12月8日とか9日の FDA の緊急承認、これがですね、まあ、要は薬が認め、ワクチンが認められたよ。治療薬じゃないですよ。これワクチンですから、あくまで。治療薬っていうのはまだ出てません。レムデシビルとかも効くっていう話もあったんだけど、結局あんまり効かないとか WHO が言い出し始めてますん で、あとアクテムラとかですね、はあれは治療薬というよりも炎症をただサイトカインを抑える話なんで、まああれは治療薬とはちょっと言い難い面があるわけですね。だから今治療薬ないんですよ。レムデシビルとね、もう一個アビガンはまだ有効性が多少あるのかな。ただあれはもうインフルエンザかなんかの薬を転用しているだけなんでですね、まあ若干効果が見られるね、
見られませんねっていうような話で、まあ、打つより打たないよりは打つより方がいいみたいな話で、速効性がないんですよね。これあくまでワクチンなんです。で、それが12月8日に FDA が緊急承認しましたら、そのニュースが駆け巡りますんで、この辺で株価がですね、ドカーンと上がる。ただまあ、この第3波のそれが、まああと12月8日ですから、まあ、20日後ぐらいですかね。まあ、そうですね。20日後ぐらいの状況が、この第3波がもっと指数関数的に上がっていると、ちょっとどうなるのかなって、この綱引きがですね、問題になります。ただ、これがひどくなればなるほど QE が継続しますので、あるいはさらに QE を拡大するかもしれませんね。はい。だから、まあですね、その、綱引きが続くんですけど、綱引きは続くんですけど、大崩れはしないと思いますね。はい。大崩れはしないと思います。アメリカの新規感染者数がどん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 増えていきますけども、医療崩壊しませんのでね、医療崩壊する状態というのは何かというと、呼吸困難の人が入院できないというパターンです。だから呼吸困難、まあ基本的にはね、僕の考えで、まあこれはあくまで僕の考えですけど、軽症者、無症状者、軽症者、中症者、重症者ってありますよね。で、これはね、呼吸困難がある人だけ入院させとけばいいんです。極端に言えば。はい。呼吸困難がある人だけを入院させとけばいいんですね。だって、インフルエンザで熱が39度あってどうのこうのって言ったってみんな自宅療養してるじゃないですか。あれと一緒なんです。呼吸困難がない限りは自宅とかホテルでいいんですよ。この、だから呼吸困難者だけを入院させとけばいいんですね。呼吸困難があるのに、ベッド数が満員で入院できないから家で亡くなってしまった。こういう人の、こういう事例が増えてきたらこれは医療崩壊です。ただそう、全くそれはなってませんね。はい。だから現状の重症者数は呼吸困難者のみにして、あとはそのエクモとかが、まあ、エクモはもう数が少ないんでですね、まあそこがちょっと問題なんですけど、そこまで重症者が広がる状況に、なってるのかどうなのかっていうことですね。まあ日本ではね、東京都なんかは34人でしたか、昨日。あれだけ毎日500人、500人って新規感染者になってますけど、重症者全然増えてないです。これ何かというとね、第1波の4月ぐらいにですね、重症者がすごいと、エクモが足りませんよとか、よくそういうニュースありましたよね。それが だけど、全然もう今の500人、500人、連日のそのものが増えてるのに、全然そんなこと聞かないんですよ。東京なんか34人ですよ。これ東京の一番マックスの重症者何人だったのかな。で、これはやっぱりね、臨床現場での、その、まあ、例えばその、アビガンとかアクテムラの早期投与だったりですね、治験がかなり、蓄積してますし、で軽症者とか無症状者については全く入院させてませんよね、おそらく最近は。だから初期のその、まあ、処置がですね、初期段階での処置が結構その、まあ、手早いということで重症化しない傾向があるのかもしれませんね。だからまあ、で以上私が持っているのが、またですね、この前日本株とかね、ちょっと全部売りました。ね、東京の感染者数が500人超えたっていうあの日に、今週ありましたよね、火曜日か水曜日か忘れましたけど、その時にもう日本株はとりあえず手放そうと思ってね、全部売ったんですよ。で、その時実はですね、アメリカの航空株も全部売ったんです。アメリカの航空株もね、全部売って、ファイザーとかは持ってましたけど、基本的にもう全部キャッシュポジションに戻したんですね。水曜日ぐらいだったかな。で、ちょっとね、この第3波のショックが、しばらく揉み合うんじゃないかなと思ったんだけど、次の日がね、ダウがほとんど下がらなかったんですよ。で、
日経もそんなに下がらなくてものすごく底堅かったんですね。だから慌ててですね、米国のその四大航空を打った四大航空プラスボーイングね、四大航空プラスボーイングを打った後にまたね慌てて買い戻したんです。ただこの前の動画で言いましたように、自分が手仕舞いをした値よりも絶対下で買わないとダメですよ。だから自分はただねそこがあんまり下ではなくて、自分がその手仕舞いしたよりもちょっと本当に 1% ぐらいだけ下で買ってしまったんですけどね。まあとにかくまた買い戻してしまいました。まあ、そしたらその買い戻した後にね、またちょっと 1-2% 下がっちゃったんで、まあ、ちょっと今含み損が出てるんですけど、であと、製薬はファイザーとモデルナとアストラゼネカ、モデルナを追加しましたね。はい、じゃあおかげさまでこれはちょっとね、モデルナが下がった時にファイザーが確かね月曜日かなんかに第3層のね有効性 95% の話出してきましたでしょ。その時にモデルナが下がったんですよ、なぜか。その時にモデルナを仕込んだら水木金とね上がりましたんで、まあこのファイザー、モデルナ、アストラゼネカはですね結構それは硬いと思いますね。で、このまあ航空会社ですけども、これはね僕は航空会社のやつはね、このボーイングも合わせた5社のうち1社が倒産してもいいと思ってます。はい、1社が倒産しても他が大体2倍から3倍つくんでトータルすると増えるんですよね。1社こけても他が3倍2倍になればトータルは上がりますからね。はい、1.5 倍とか2倍になるでしょう。計算してみれば分かりますけどね。だから1社倒産するぐらいの確率で、ただこれが4社とも倒産するとはとても思えないですよね。そしたらだってコロナが回復したらじゃあどうするんですかって話になるから、アメリカだけ飛行機飛びませんよって、そんなことは絶対ないんでね。だってそうでしょ、コロナがもうすぐ回復する。だって来年春からにはこのまあこのねワクチンを最初はお年寄りとか医療従事者に優先的に打っていくにしても、まあ来年の春ぐらいからはどんどん行き渡っていくと言われていますね。でまたその冬は感染が拡大するけど春夏になったら収まるっていうこともありますから、来年の春からはまあ感染者数は明らかに僕は減っていくと見てるんですね。でその時にじゃあそろそろ国際線を解禁していきましょうかって話になった時に、これ倒産していたらですね飛びやしないですから、これは航空会社っていうのは国がやっぱりある程度守るはずですから、1社ぐらいは倒産するかもしれないけど、これが全部倒産するっていう話は絶対にありえないです。だからとはいえこの4大エアが今株価がコロナ前の半分とか3分の1になってるわけですね。だからどう考えてもこれは買いだと思うんですよ。これはね間違ってんのかな、どう考えてもね僕は買いだと思いますよ。ちょっと甘い点があったらまたね教えてほしいんだけど、なんで今後のものとしては、私の戦略としては、もうね自動車株とかもう指数は買いません。こっから指数を買ってもまあ当然その年末に向けて上がっていくとは思うんですけど、そんなに妙味はないですからね。むしろまあどうかな、結局もみ合ってあんまり取れないような気がしますね、指数は。で、それを、で、あとは、同じように戻っちゃった自動車とか機械とかね、IT とかは、もう同じように取れない。そうなると、もう出遅れている、しかし出遅れているけれども、絶対に倒産は、1社か2社出るかもしれないけど、基本的に存続、国が守るだろう、業界は、絶対に僕は戻ると思います。ゆくゆく戻ると思うんで、これは非常に買いである。
少なくともこれは 2.5倍ぐらいはいけるんじゃないか。あんまりここに資金量を投入しすぎるのは良くないですよ。だけどある程度まとまった資金がある人はここをやったらいいと思います。僕はね、これ結構自信あります。あの別に JAL とかでもいいですよ。 JAL とか ANA でもいいですけども、アメリカほど下がってないはずなんで妙味がちょっと少ないというのはありますね。でまああと製薬会社なんかはまあ鉄板でいいでしょうね。まあただこれがねちょっと危ないのは、そのファイザーが上がってる時にモデルナが下がったりしますんでね、あのライバル関係のものがですねやっぱりこう強弱が出てくるんで、そこがちょっとね、あの利確時期をある程度間違えない方がいいと思います。ただまあこれがねなっていく、だからねこの今ポジションとして結構これ自信あります。四大航空ボーイングとこのあのね製薬、米製薬会社、アンジェスとかを買ってもいいんでしょうけどね、ちょっとここがもう先行してしまってるんでね、あのこっちがこけた時にアンジェスに期待して買うとかっていうのはいいと思うんですけど、こんなもたもたしてたら来年の、だって来年の5月とか6月ぐらいにこれ売り出したって、あとは生産能力もそんなにないですからね、まあちょこ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 で、しかもそのファイザーとかモデルナがどんどんある程度安値で展開してくるはずなんで、もうそしたら全然儲かりませんよっていう話になってくる。まあちょっとこっちは研究してないんでよく分かりませんけどね。まあそういうことでですね、こっから見る限り懸念材料はこのアメリカだけね、これが医療崩壊しないで、これがもその自宅待機の人も呼吸困難になるぐらいのめちゃくちゃな増え方をしたらちょっと問題なんですけど、おそらくそこまではならないんじゃないかなと、まあこれどうなるか分かりませんけどね、足元20万人ですから1日、これがねもっと指数関数的に80万人とかになってきたら、これはさすがにもうやばいでしょうね。ただそこがねならないと思うんだけどな、そこまでは、もうだから感染者数の数というよりも重症者数ですね、呼吸困難者だけ見といてもいいぐらいだと思いますので、そこだけを気にしていけば、基本的にこのポジションは強いと思います。以上となります。